はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザード RE4、今回は無限ロケットランチャーを購入したので、ちょっとハードコアモードでやっていきたいと思います。ハードコアモードでやって、まあ、アシュリーのね、鎧コスチュームとかシカゴタイプライターとか、ちょっとそこら辺をゲットしていければと思います。なのでチャプター1からサクサクやっていきたいと思います。これ今、あ、そっか、ここではまだアタッシュケースは開けないのか。で、一応そうですね、村パートで1回と古城パートで1回で孤島で1回っていう全3回くらいで、まあ、動画の方はまとめていければと思ってます。 Anyone home? で、あとやっていく上でちょっと操作方法をね、変えましたというか、戻しましたというか、そんな感じなんですけど、しゃがむボタンを R3 の押し込みにしてたんですよ。でも回避がね、ちょっと R3 やりづらいんで、しゃがみをね、丸に戻しました。しゃがむのは R3 の方がやりやすいんですけど、回避するのはちょっと丸の方がやりやすくて、で、やっぱり回避の方がね、重要なんで、ちょっとボタン配置だけ変わってますと。あと明るさか、明るさもマックスで明るくしてるんで、こういうところもめちゃ見やすくなってますね。で、ここで開けるんで、ロケランを装備してやっていきましょう。最初のおっさんももう倒す。嘘だろって、こっちのセリフだよ、おっさんのセリフだよな。で、こいつ倒せんのかな。いけ、飛んだ。かわいそすぎる。アイテム落とさないんだ。一応これは回収していくか。ハンドガンに持ち帰ってる。いらん、そんなハンドガンは。後半へ向かおう。まあ、一応ね、その引き継ぎ槍だと S プラスでしたっけ、それが出せないんで。あ、カラスに逃げられた。チキショウ、どうなんだこれ。構えはまあ思ってたより速いな。連射速度も効くな。 あ全然なんか使いやすそうだ。どうなのこれ、一応ガンパウダーとかさ、なんかそういう普通のアイテム手に入るけど、いるっていうのはあるよね。ちょっとここ、あれ、あれ、カラスどれ、なんかいなかったっけ。あれ、もう死んでる。あれ、なんだ、貫通して死んでんのか。どういう状況だ。あとブレとかもあんまりなさそうな感じだったな。あ、丸しゃがみはちょっと慣れてない、まだ操作的に。こいつちょっと距離詰められると危険だよね。自分も巻き添えで食らっちゃうんで、あんまり近うと。だ、ここの小屋とかもどうする。とりあえずやってみるか。ポン、あ、ほら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 、食らっちゃったよ。でっかい、やばいやばいやばい。どうする、これナイフでしょ、処理する。ナイフは一応ね、なんていうの、無限ナイフになってる。ほら、やばい、首折れ、首折れってか首になってる。ナイフはね、これプライマルナイフになってますと。まあ一応回収するものは回収しておくか。てかなんかさ、草多いな。クラフトして、もう緑ハーブ
じゃなくて黄色ハーブかはもういらないんだよね、体力マックスだから。さあそして今どうなってる、ちょっと無限ロケランをになってるか。これもうさ、こっからさ打ち込めるの、ボン。えって感じだよ多分。あいつら何、あの火つけるやつ当たんなかった、火つけ役だから当たんないのか。すっきりした。あまだいるか。で一応ね村もあれなんだよね、無理やり鐘を鳴らして、行って行って、後ろから、ま、事故はね起こり得るんで、まあ、ちょっといつもの感じでやって、で、あ、どこだ、これか、これはやっておくでしょ。で、鐘がどこにあるんだ、教会の鐘ね、お金じゃなくて、なんかこっちの方なんだよね、あれか、なんかこの方持ってやって、まあ、2、3発ちょっと、どう?あ、なったなったなった、早い。相手は別にいいや、また後でここ戻ってくるから。倒したやつは残ってるからね。で一応その無理やり鐘を鳴らすのは飛距離がないと届かないんで、普通のハンドガンじゃ届かないんだよね、初期ハンドガンとかだと。風車、お前も死ね。さあ気づかれてるか、青どうする、やるこれ、一応やろう。あれともさ、どの牛がさ生きてて、どの牛がもともと死んでんのとか分からなくなってきたな。でこれもう ちゃんと壊れそうで、バーンって真珠ペンダント、あれあとどこだっけ、そこ、こうやって大丈夫かこれ、不安しかない常に。でかとこれもういける、これポン、あとこれなんかこうで無理やり開けられるっていうテクニックがあるんだけど、どうなのかな、開いた開いた回収しよう、入ってきて、あ、ニワトリちゃん巻き添えくれちゃうかもしれない、ドン、何準備中だったか、準備中は当たらないんだな、やっぱり。でベルベットも回収して、まあそこら辺にアイテム凝ってるけどいいや。あれ死んでるなんか爆風、これどこまで行くんだ、一応これもポンってやっといて、あれあと1個どこだっけ、いるな、あったあったあった、これだ、ん、あそこのやつ壊せた、壊せてないな、結構ピンポイントに当たんないですか、よし OK、 まあお宝はいいや、いらない。でガチャってやって、でショットガンの弾一応回収しとこう。あれなんかあいつらこっち来る、おー来るぞ来るぞ、アホが、一応もう殲滅したかな、ある程度ねスルーするとなるとここの荷車まで追っかけてくるんで、これを押してるときにダメージを食らっちゃうんだよね。さあ先行こう、
めちゃくちゃ強えな、当たり前だけど。あ、そうで、あと一応ね、あのハンドキャノンはマーセナリーズやって手には入れたんだよね。使ったことないけど。だからまあ、シックタイプライターっているかって言われたら、まあちょっとあれなんだけど、まあとりあえず選択肢は増やしておきたいっていう。洞窟の中も明るい。あれ、これさ、コウモリとかって倒せんのかな。カラスと一緒で。あ、倒せなさそう。貫通してんな。コウモリにそもそも当たってない。ちょっと爆風とかや。いや、コウモリは倒せないっぽいな。ばあちゃん、何か早い。俺のロケットランチャーを感知したか。まあいいや、生かしといて。うわ、こいつやるな。お気を乗せてたな。待って、近い。近いのが弱点だ。死んでる、奥で。あいつはダイナマイトだから倒すかも。ちょっと厄介だな。なこれも、もうこれで破壊しよう。こん中入っちゃえば確か大丈夫なんだよね。でこれは切って。で動かして、棚開けて取ってダッシュして、ステルスキル。一応引き継がない時の多少の練習もしとかないとね。金回収しよう。1万円しかない今。無限ロケットランチャー買って完全に金がなくなったな。さあ、それでルイス救出してチャプターエンドで、セーブは別に一緒。チャプター2へ進んでいきましょう。ではチャプター2。そうだよね、こういう時だよね、あの装備がなくなって、要は無限ロケランが使えない時だ。それ考えるとデルラゴがね、かなり不安なんだよね。ちょっと練習をしてないから、別にデルラゴ戦どうなるかがかなり不安です。ガチャ、サク、キッチンナイフ。こいつどうするかだよな、マジでどうにもなんないもんな。とりあえずナイフで切り刻むしかない。でちゃんとこれもやっておいて、ネズミちゃんどうする。もうネズミちゃんナイフで狙うのがちょっとめんどくさいんだよな。ちょっとネズミちゃんを諦めよう。でしゃがんでパッとやってサクッと。開けて回して、そうだね、あれ取って、ここのネズミを倒すのもちょっと戻ってこないといけないからね。だったらまあいいや。回収して、キッチンナイフいっぱいあんな、いらんけど売ろう。売って金の足しにする。武器屋さん。だからもういらないものも預けちゃおう。ハンドガンもそもそも絶対いらないでしょ。ライフルは欲しいよね。でストックもいらないでしょ。この預けようくらいか。ライフルは絶対持っとくから、
特殊スコープもいらんか。草だらけ。オッケー。でメダリオンを破壊。で、ちょっと待って、これボディアーマーはちゃんと高か。お金がなくて困る。あ、そっか、武器も買っておくものは買っておくか。ちょっといろいろね、使いたいといえば使いたいから。最終的にはやっぱり猫耳を目指していくっていうのがありますんで、その猫耳を取るためにまあ準備をすると。アシュリーの鎧は必須だから、今それすらないからね。特にハードコアとかクリアしてるわけじゃないんで。で、そのなんか鶏帽子みたいなやつもね、本当は取れればいいんだけど。あと適当にポンポンやっとこう。減らせられるやつは減らしておこう。あとあそこか。あ、当たった？なんか分からん。なんか上の方とか適当にやっとけば誰かに当たるかな。まあ、どうも。早めのルートで行こう。家の中に入った時どう対処するかだよな。死んでる。なんか適当に言ってっからさ、いつの間にか死んでるよな。あれ、ちょっと待って、取れん。これ入られると結構厄介だから、ちょっとスルーしよう。おい、よし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 。で回収して、で右のやつを速攻で倒す。で来るな、あいつも倒しとこう。思ってたよりやっぱ構え早いな。なんかロケランだからめちゃくちゃ遅いかっていうイメージだったけど、そんなこともないな。何よりそのチャージしなくていいっていうのがね。ここ、とりあえず、ぶっ放しておく。で、あと、あれに当てとこう。ポン。回収って。回収はしたいよね。回収できるものは回収したい。まあ、背中なんだよな、不安なのが。2、3発、適当に。おい！ダイナマイト野郎がいたか？どこにいた？待て待て待て。ダイナマイト、チャー来た。クソ、逃げろ。逃げるが勝ち。痛い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 。食らうな。これどこまで追いかけてくるこいつら。くっ、ちょっと臭く。これ全回復はしないからね、その完全に減ってる状態からの。そうするとやっぱ救急スプレーの方がいいんだよな。ガチャ進んでいこう。で、ここも、まあ、あいつ適当にベッてやって、え、外した。で、あ、こっちから来たか。ばあちゃんもいる。ボン。まあ、素材エルドか。いるかって言われたら、でもまあ、集会はまだやるから。軽くは取っていこう。一時戻ってまでみたいなのはちょっとしないけど、進路上にあるものだったら取っていきますか。いろいろと。カラス生かしといてやろう。さあ、あとここのこれさ、まずポンってって、あれどうなの、先にこれやって、えっ沈んじゃったっぽくない？
ない。おいおいおい、もうちょっと。おお、危ない危ない危ない。ボン。ロケットランチャーの音に気づいたんだな。あとどこだ。あいつら来てんだ。ちょっとこれは回収しておきたい。あ、これかこれか、これこれこれ、ポン。絶対これもう粉々になってるよな、こんな宝石。あ、金。さあ、あとダウンロードコンテンツとかは特にないんで、なんか追加のね、あの宝石アイテムみたいなのはないです。痛い。これ本当に分かりづらいよね。あとあっちの方になんかあった気がするから適当に爆破させといて。あ、これか。これちょっと回ってクソ、回っていきたかったけどいけなかった。で入って開けてぶっ放して倒す。おい、でルビー回収して、まあ、小さな鍵は回収しておこう。で お金、これなんだっけ、モミモミ豚子供だっけ。ちゃんとこういうのも暗記しとかないとな、タイムロスになる。でここでビオレがこいつどっから来たんだろう。で卵は貴重な体力回復アイテムだからね、ちゃんと回収しておく。さて目ん玉で、目ん玉はこんな感じ。 OK、 だいぶ早く作れるようになったな。さあこれで紋章の鍵を取ってチャプター2終了ですね。では次のチャプターへ進んでいきます。チャプター3。まあ、家からはとっとと出て、でワンちゃんを助けるかって言われたらロケランがあるけど助けよう、ちゃんと、かわいそうだから。しかもちゃんと助ける、その武器とかで助けるんじゃなくてしっかりと助けてあげる。だとこの先村に戻るんだけど、戻るときにまずここの小屋はどうでもいい、なんか特に貴重なアイテムはなかった。ここでボン、あ、無理か、倒した。あいつ倒しておくと、いや犬の鳴き声したな今。出てくんなこれ。あれ死んでる。出てくるか。これそっか、いっぱい死ん、あ、そっか、いっぱい死んでるのはあれか。あ、犬じゃなくて牛か。あ、大丈夫か。あの村人多分倒せたな。じゃあでこれは開けておこう。ガチャラシンバンで、まあある程度回収して一応地下から行くか。あ、犬いたわ。これ犬降ってくんのかな、こっちまで。ま、裏側の樽は壊さない。でばあちゃんには行ってもらう。あっちにもいるからかわいそうだけど死んでもらう。
鍵開けて、でここの鎖蛇はちょっと倒しておこう。でアイテムはいいや。でこれも回収して、ベルベットか。で救急スプレーは1本、今何本持ってる ?2 本か。まあ1本持ってれば多分大丈夫だからな。で教会に来て、ここも敵が、まあ、数人、2人くらいかな、いたような気がするんだけど、まずあそこで働いてるやつ、はい、何言ってんのかよくわかんないけど、墓嵐達成できた。早かったな。あ、気づいたか。結構音はするんだな、ロケラン。音で気づかれてる。ここの2つね、ここの2つ壊したことによって墓嵐が達成できましたと。さあそして教会に来たけど、特に飽きません。で奥のものは取っておくか。猫耳手に入れたらね、やっぱりいろんな武器使いたいんで、ちょっとお金を貯めて武器は改造していきたいよね。でここ開けよう。ダイヤモンド、イエローダイヤモンド、ぴょい。さあ湖へ行く道、これまあこいつはとりあえず倒しておくと。あとどうなんだ、この後ろから出てきた気がする。だから近くね、なんかドラム缶に当たりそう。これを回収する。あれあれ、もう壊れてんじゃん。ちょっと待って待って待って、ここはちょっと狭い、さすがに狭いからな。ちょ内戦になる。あ、いた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 。お前いつの間に。おとなしくしてろ。こっち、ナイフ戦か。あちゃ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 。今ちょっと接近されるときついな。あいつのこと来るまだいるか。ボン。これこっちから降りて、でこれをちょっとポンって、近い、全てが近い。でここも来るから、とりあえずポンってちょっともう一回やってこう。もう大丈夫か。贅沢に罠も破壊。あれでこの先行手榴弾のとこどうなんだ、ロケランでなんとかなんのかな。メダリオン、ここまあ破壊できるっしょ。ここここここどうしよっか。ピュードーン、どう、上から降ってきたぞ今。ワンちゃん生きてんな、ワンちゃん生きてんな。あでも多分だいぶ殲滅できたな。爆風の範囲が広いんだろうな。いや入らん、もうちょっと緑赤で普通に食おう。手榴弾も別にもういらないからね。これ狙ったとこ結構いってるよね。これとかどうなのかな、ちゃんとやってボン。あー当たるわ。
ブレも悪くない。うわ、てか弾はもう猫耳があれば正直ね、いらないっちゃいらないからな。でも猫耳までまだ多分先は長い。でここ来たけど、とりあえずこれだけ回収して、開けて、でエンジン取ったら一回セーブしよう。もうちょっとロスにはなるけど。でデルラゴ戦が死ぬ恐れがあるから、死んだらちょっとやっぱりロードだな。その何回もやってる余裕はどうなんだろうな。でもまあまあまあ、一応別にセーブはね大丈夫だから。ポン、ちょっとある程度はできるけど、こっちから来るんだっけ。まあ分からん、分からんからゆっくりとこれを破壊しよう。どうだか、あ、ちまったちまったちまった、いる。ここまで詰められると一回、はい、距離を取らないとまずい。あと上のあいつらも倒すとちょっと邪魔なかった。消えよ。あ、あー、こいつも死んでんのか。まあ、とりあえず奥にもいるんだけど、3つ持っておきたいっちゃ、もう3つ持っておきたいんで回収しちゃいましょう。着弾してもさ、爆発すんの。あ、外した。ちょっとここで少し籠城する。いや、必要ないか。必要ないな。もうさっさと行こう。さっさと。今後ろにいたな。でピョンってアンティファイ。後ろから追っかけてきてんな。ちょっとあいつ始末しとくか。2人いたし。さてこれも切ってジャンプして、先にこっちをやっちゃおう。回収する。で4つ目で六角ピース取って、何、早い、勇猛果敢すぎだろお前。ヘビがいる。あ、カラスもいる。あ、ちょっと待って待って、これはもう、ちょっと待って、ナイフできなかった。で燃料手に入れました。卵手に入れました。からの敵が湧いてんな。でこれは死んでる。こいつあそこから今敵が見えた。敵が湧いてるか、多少倒しておきたい気はするけど、ちょっとこっちに寄るよ。下にいる。違った、ただの松明の火だった。はい、まだ声はするね。来てるか、来てんな。ジャケットもちょっと半分くらい減ってるか。じゃあここで一回武器商人のところに戻ってセーブをします。
っと安全思考でここくらいのタイムはねっていうか、まあ基本ボス瞬殺だからタイム的には余裕はあるはずなんで、お金とかも貯める必要がないからそういうねちょっと戻ったりするっていうところは、これだけセーブしよう。さあではちょっと待って、ヘビだけ撃っちゃおう。撃ってからセーブすればよかったな。売却、どれだ、123。あれスピネルもらえた、まあ、いっか、もらえたはずだ。降りて一応破壊はしておくか。あ、またね、これは当たんないか。何てかよくすり抜けてんな。これはもうライフルにしておく、確実にボンで、タンクやって問題はここなんだよね。サクあった、今当たってねえな。もう一発、よし、え、当たったよ俺がね、狙いかな、顔を出してきたときに、こっちに来るよ。当たってるあれ。もうちょっとあれじゃない。はい。怖い。大丈夫これ。大丈夫だったね。待って。いってすげえやった。あと一発で。やばい。これはやはりちょっとだ、流木とかに当たってさ死にそう。あ、待って、ちょ、これどうなる泳げないよね。あ、食われたまあそりゃそうなるか。いや、やっぱこいつだな、鬼門は。ちょっとこれロードだ、やっぱり。ここでオートセーブされんのか。壊してある、あ、壊してあるね。いや、じゃあちょっと、よーし、ようやく倒した。2回くらい死んだわ。ようやくチャプターエンド。これになったな。チャプター4。お、すげえ見やすい。先がこんなとこに赤ハーブあったんだ。まあこの先に進むプラーガカも全然ロケランでいいでしょ。構えて、全然見えないんだけど。何、無敵時間か。
バラしたやろ。こっちも吹っ飛ばして。ロケランで吹っ飛ばせば、あんまりプラグ化しないとか、あるかな。明るいなぁ、やっぱり。What is this place?むしろ真っ暗モードでやるとかいうのもね、縛りプレイ的にはありかもしれないけど、全然見えないから動画的にはどうなのっていう。これ回収して鍵サクッと。で、ちょ、降りちったよ。どういうルートで行くか。まあ、先に、いや、戻ってきた、こっちから回っていくか。どうせこっちの方が戻ってくるしね。うん、これどこ？船小屋か。船小屋のこのでっかいやつ。でっかいか、これ。あ、でっかいよね。てかランカーバスとかもう入んないよ絶対。草も食えねえし。緑で一個つ、待って、赤を使わないといけないから。入る？あ、入った。でさらに金の卵も入らないよね。これこそも入らないよね。ヒット人減ってないし、ガンパウダーで何か作るか。マグナム、とりあえずマグナムだな。いっぱいある。ガンパウダーがもう多分全然ない。さあ、そしてベルベットを回収したらもういいかな。湖畔の村上陸するかどうかちょっと悩むな。行かなくていいんじゃないかっていう感じだからね、今のところ。で、ここはえ、なんだっけ。 OK、 冒涜者の首、ライフル、ピース。これナイフでやんない人ちょっと危険だからな。カシャ、あれカシャ。で、もうおさばらしよう。半分だもな、結構いいんだけどな。ちょっと今回はいや、ここもレッドナイン取ってあるし、一応金塊になってるんだよね。で、あ、こっちから行くとお金がそれなりに手に入るんだけど、まあまあまあ。ここが最初のところだから、もうちょっと奥の、ここか。いいね、明るい。ガンガン行こう。ダイナマイトがいるはずだから。爆風で倒したかな。どうなって、あ、倒してる。いいじゃんいいじゃん。この村人さ、こんな暗いところにさ、なんかライトもなしにいるけど、これ俺も当たるよね、このまま行くと。大丈夫か。
け。あ、ちょっと待って、どうなってる。で、これはこれこれ、あ、間違えた間違えた、これこれこれ、いる後ろ、一発ぶっ放しとこう。なんとなく威嚇。さあ、そしてこっちのルートから帰りますか。ドン、もう一発後ろの方に敵のルート、こっちの方に乗っとこう。燃えている。まあ全員をね相手にしてる暇はないんで。で、お宝はちょっと回収に行きます。ここで、甲羅の鍵。あ、ピースどうしよう。なんか使いに戻るのがめんどくさいな。で、こっちだよ。お金聞きたい。で、ここがさっき取ったところ。で、ここが教会の鍵のところ。なんか普通に一回やっててさ、教会の鍵取らないでエルヒガンテのところ行って、あれなんで出てこねえんだってなったことがある。Is this the key? これマジどういうシステムなの？作ったやつすげえよな、この仕掛けを。なんかあのくぼみにさやるだけだったら別のでもなんか代用できそうな気もするけど。教会へ向かいましょう。上陸して、小さな鍵は持ってないんで、で、とりあえずスピネルやって、あとは、ランカを忘れて。This is what I'm talking about. 他なんかあるっけ？コンバットナイフ、ファイティングナイフ、キッチンナイフがまずいらないか。77個あるスピネルか。さ、それではエルヒガンテ戦、まあ、ワンチャンはねちょっと出てくる前に終わっちゃうと思うんだけど、妖精、陽光調のランプか。はい、ドン。はやあ、アイテムいっぱいあるけどね、いらない。 OKLet's get to that church. Dunyak とかでしょ、どうせ帰りに敵がいるかどうか。ここか、でも残してても多分もう敵いなくなってんだよね。で、寄生隊ワンチャン出るけど、まあ別に
さよなら。何外した。ちょっと舐めくしすぎたわ。素早すぎだろ。やばい。ワンちゃん強え。ハンドガンの弾になった。Ashley Graham, I'm here to help. で、これ取って、タルとかはいいや。あれ、ここ何があったっけ？サブマシンガンか。それこそいらんわ。ガチャ。で、ちょっと忘れないうちに鍵は取る。で、青をはめて、で、青からいきますか。ん？今何回って、赤回してんな。はめやすいところで、ここかな。模様的に、まあ、自分が分かりやすい、なんかピタッと合うところを見つけてもらって。やばい、緑が分からん。ここか。で、赤で、青がはまってない。オッケー。ちょっと苦戦した。ハーブ。これなんか上からロケランぶっ放したいんだけど。Ashley, あの最初の隠れてるところ。Ashley. さあ、これでチャプターエンド。進んでいきます。ここロケランプ撃ちてピュートン。どうだ、どうなってんだかよくわかんねえ。なんか見つかった形跡はない。ちょっとここだけ書いて。あいって当たっちた。この距離ダメか。ちょっとアーマーだいぶ損傷してんな。携帯電話。Seriously? Just bought this. Get the ladder. Me? Okay. アシュリー普通のコスチュームだからね。まあ、別にレオンもそうだけど、何も変えてないっす。なんか他にナイフが強くなるやつとか、エイムにアシストがつくやつとかあるらしいけど、ちょっとどれがどういう効果があるのかっていうのが。わからない。とりあえず猫耳は弾が無限に使えるようになる。それだけ。俺の近くも危険だけどね。いつロケランが爆発するかわかんねえから、それだけは気づかれてない。ちょっとここで少し動揺しよう。いや、必要ないか。適当に撃ってれば。教会の中のやつら多分もう殲滅したよね。ダメだ、当たってない。数発ちょっと撃ってから行こう。 OK。 おお、いいねいいね。金かね。違う、これはあれ多分あれか、樽か。いや、圧倒的長。アシュリー大丈夫？燃えてなかった今。最初の時ここで死んだからな。ちょっともうアシュリーをどう扱っていいのか分かってなかったから。
さて、ちょっとボディアーマーを高っ。で、もういらないやつは六角ピースもいらない。で、ベルベットも打って、じゃあはめるやつはちょっと後ではめよう。あと武器が来て、キッチンナイフはいらない。まあこんなものかな、とりあえず。はい。Don't get yourself killed now. Hey, can we take a break? Sorry, we need to keep moving. 休憩はしません。Hunnigan was right about the weather. さあ、ボン。鬼、当たらない。この間から、なんか狙えなかったっけ？いった！走れ！ごめんなさい。これもちょっと R さんがやりづらいんだよな。今まで丸ボタンで回復できてたけど。おい、ちょっと待って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 、牛いるの？それは聞いてない、聞いてないよ。やるしかない。俺のこのスーパーナイフさばきを見せてやる。牛、行って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 、狭いからこれ使おうか。見て、か、ちょ、超減るんだけど。ここだって6段ぶっ放したら終わるよ。あれ、捨てで去られた？そんなことない。や、やべやべ、かつてないほどのあれになってんな。ここならいける。行動不能になったけどしょうがない。ちょっと待って、どこにアシュリーいる？こんなとこにいるのか。You okay? Yeah. マジで過去最高の危機に陥った。ハードモードだから、あ、牛いなかった気がするんだけどな。ちょっとついてきなさい。ちゃんとその違いも押さえとかないとな。スタンダードとハードモード、出てきたな。もう大丈夫でしょ。籠城戦か。籠城戦マジどうする。ロケランで大丈夫か今思ったけど。でここはもうちょっと確実に倒す。家に当たったな。どうだ、あ、死んでるわ。ドン。おーい、ちょっと待って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 、こいつなんで何も持ってないの？なんで素手なの？まだ声するな。まあでもこれは回収しておこう。これもアンティークパイプか。あ、いるいるいる。ちょっと待って、一回距離取って。あ、シュリー殴られたか。そんな予感はしたんだよな。だからね、鎧が欲しいのよ。鎧アシュリー、鎧アシュリーだったらロケラン耐えられるよね多分。こういう時にシカゴタイプライターとかあると楽っぽいんだよな。でガチャッとやって、一応これもやっとく。ここは大丈夫だ。ここでちょっと入ってきたやつを、え、どうだ、
シュート爆風で倒してないか破壊されたな。入ってきた瞬間やられる。ちょルイス大丈夫か。ルイスは多分死なないよね。俺は何をしてるんだ。入ってきた。ちょルイスマジ何してるの。こっち大丈夫だな。ん反応している。ルイスが反応している。あ、ちゃ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 。あ、入ってきた、入ってきた。これでなんか上からも多分いた。どういうつもりだ。ちょっと待って、これまずいな。一旦隙間を作って。キロいた、キロいた、キロいた。多すぎだろ。ちょっと待ってね。これ一回距離を取らんと。待って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 、やばいんじゃない。ちょっとマジで隠しよう。でめちゃ減るやっぱり。ちょっと待って待って待って、シルダーなしで。やっぱり一回ちょっとパニクる場面が来るな。どうだ、攻めて攻めて、よしよしよし。エメラルドは回収したい。いや結構危険な場面が出てきたけど、とりあえずこのチャプターも無事終了しました。さあ進んでいこう。村を脱出する。あれロケラン背負ってないんですけど、ちゃんとロケランを持とう。あとアーマーだ、アーマー。アーマー様様だからな。1万円か。まあ、ここに弾あるけど一緒。やつがいる。まずこいつを倒す。こんなとこにいたんだ、ちょっと全然気づかなかったわ。あ、見つかるわこれ。はいはい。何どっか狙ってきた。あの上のやつは狙おう。なんか結構弾がブレてる。あの後ろのやつよく見るな。いっぱいいたんだな敵。え、どっから声してる。上に確か2体いたよね。多分ばあちゃん1人しか倒してないから、火炎瓶だかなんだか忘れちゃったけど。どう、どうですか。死んでいる。これ回収しよう。アシュリー一応まあ隠しておくのは隠しておくか。ちょっと巻き添え食らっちゃうからね。でここも一応2人いるから、あいつらまあ排除はしておく。あ、イエローハーブがある。イエローハーブの場所もちゃんと覚えとかないとね。普通にやる分には
重要だから。これ取って、初回の時これ全然見逃してたんだよな。一応ここにもロッカーはあるけど。隠れてなさい。こう救急スプレーあったよね。ちょっと待って待って待って、ちゃんと指示聞いてよ。オッケーオッケーオッケー。じゃあこれを回収して、打ち込んでクランク取って、サファイア取って、あとはそこから入ってくるから、まあ、ひたすらドン。爆風なってんのかな。こっちからは入ってこないね、確か。ここだけだよね。ちょっとここから入ってきたの。こっからだけじゃなかった。またこの距離はきつい。どっちから入ってきてた。窓開けて、ロケランぶっ放しとく。ドン。どうでしょうか。よし、音がなくなった。アシュリは勝手に出てくるかな。ほら来た、早い。感知能力はもう円を引いてるからね。300m くらいの円を持ってるから、アシュリーは。敵がいなくなったらもう自分で出てくる。その円で俺に敵の居場所を教えてくれよ。まあアイテムも特にっていう感じなんで、これもナイフでサクッと。まあさすがにこの村長はね、倒せない村長だよね。逃げなきゃいけないよね。そうしたら物語が進まないから、こいつはちょっとやっとこう。Don't worry about them. だとあそこもちょっとやっとこう。おお、突撃兵がな、やっぱり。あ、橋はあれでやってんのか。ダイナマイトで破壊したのか、ダイナマイトばあちゃんが。 Listen, you're the one he wants. If we see him again, you run. What about you? そういや村長、ちょっと遠いからな、回復だけはしておこうと思ったけど、結構不足してんな。緑で全開する。これあ、一応全開はするか。救急スプレーまだ1個あるからね。卵もあるし最悪ね。ドンで、ちゃんと当てよう。ドン。いや、なんでこっちに来たの。でこいつこれ持ってんだよね、売れるやつ。 OK、 というわけで古城に侵入しましょう。ではロケラン編、村パートこれにて終了したいと思います。次回は古城パートをやっていきます。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。今時間どれくらいなんだろう。